よ。どうもゆなです。ピンポーン。はい、ということでちょっと私こんなテンション高い女じゃなんじゃないんですけどね、普段ね。今日はですね、昨日ツイッターで募集した質問にカレーを食べながら質問に答えていきたいと思います。イエーイ。クワちゃんが質問を読んでくれるので、それに私は黙々と食べながら黙々と答えていきたいと思います。いただきます。ちなみにですね、チキンカツカレーです。どうぞ。2020年を一言で表すと、学ぶのマナと楽しいのタノ。あ、一文字じゃないわ。はい、マナです。じゃあ逆に今年の目標を漢字で表してください。自由自由にいきます。2020年で恥ずかしかったことは、しくじり先生でも言ったんですけど、動物園のズーをゾウだと思ったこと。今充電何パーセント？多分いっぱいあるよ。77。スキーとスノーボードだったらどっちがいい？うん、どっちも無理。スノーボードって何？スノーボー、スノーボー。スノーボードでいいや。じゃあ、うまカルメンのグループラインある？あるよ。めっちゃうるさいよ。クリエイターって名前でアイコンがこの制服のみんな6人です。意味わかんないこと話してます。ゆなちゃんが思うカルメンバーでゆなちゃんと一番似てる人。意外とゆきさん。カルつながりで、カル TV で行きたいところとかありますか？やっぱりディズニーランド。あ、いいね。ディズニー行きたいね。モカちゃんからカチューシャもらったしね。ディズニー行きたいです。カルメンで全くカルに関係ないチーム名を作るなら、チーム何々？でもね、カル TV はカル TV だからいい気がしますね。他の名前考えられない気がする。自分を動物に例えるなら？よく言われるの犬なので、犬で。モコちゃんとの未公開の写真を見せてください。あ、こぼしちゃったないよ、未公開。一つ願いを叶えてあげますって言われたら何にする？スタイル抜群の人気女優さんたちを組み合わせた顔にしてください。橋本環奈さん、浜辺美波さん、石原さとみさん、北川景子さん、森永さん、広瀬すずさん、三沢さん、バーって集めた顔にします。今年リピートしそうなコスメは？ RMK のファンデーションとパウダーです。もうなくなりそうだから多分リピートする。ゆなちゃん的にはロングかショートどっちが好き？ショートボブ。ショートボブが好きです。今までで一番ハマったゲームって何？ 3DS もスイッチも携帯もやってたから、飛び出せ動物の森とか DS のやつもやってたの。ゆなおいでよからやってたから、それが一番多いかもしれない。ダイエットがリバウンドした時の対処法を教えてほしい。ないです。私はしょっちゅうリバウンドしてるんですけど、リバウンドするたびにダイエットしてる。もうね、仕方なくない？リバウンドしちゃうもんね。いいと思います。だからリバウンドして、あ、やべえなと思ったらまた頑張りましょう。私はいつもそうです。大丈夫ないもん。美味しいものいっぱい食べたいもんね。2021年に流行りそうな服教えてほしい。これでいいよ。これ、これ、これね、人気商品でなくなっちゃったんだって、もうね。だからこういう花の服増えてほしいっていう願望でいきます。コーナー盛り上がってんの？もっとハイテンションで。イエーイ。私いつでもハイテンション。青信号だから。はい、盛り上がってます。トイレに行こうとしたユナを当てたハンター、もう許しましたか？許してません。一生許しません。次私がタッチしたいと思います。ボールをキャッチしてその人に当てて、トイレ行ってこいって言ったら許します。カルメンの挨拶のモノマネしてください。モカちゃんのなんだっけ？ようこそモクモクモカです。タンタン。ヨキさんが挨拶がないとか。挨拶はない。ヨキです。池田くん、おはようございます。池田くんです。じゃあ海賀くんいきます。はい、こんにちは、バンマ海賀です。え、うまい。ジャパードモセリシュンです。ジャパードモセリシュンです。よし、オッケーオッケーオッケー。いいよ、うまいよ。言うのうますぎ。当分ボブの予定？ボブの予定ですね。ボブになってずっと外話してるんで楽です。はい、ボブでいきます。ゆなちゃんのポジティブさとか人に流されないところとか憧れです。どうしたら自分に自信が持てますか？なんかゆなちゃんみたいになりたいみたいな多くって、でも私別にこれ自分作ってるわけじゃないし、生まれた時からこうなのね。こうなんかこうなりたいから作ろうだと多分疲れちゃうから、普通にあの素でいいと思います。自然なのがね、一番その方の個性で魅力的なんじゃないかなと思います。コラボしてみたい YouTuber さんとかいるのかな？ジンジンさん。モコちゃん髪染めたんですか？どういうこと？染めてない。染めてないよ。そもそも髪ないでしょ。お寿司屋さんに行って一番食べるものは何ですか？甘エビ。ほんと6貫7貫食べます、いつも。
2020年でトップ3で楽しかったのといえば、ディズニー楽しかった、つい最近だけど2位くらいかな。3位は絶対に笑ってはいけないブリンコしりとり、1位はやっぱ髪の毛を切る動画ですね。なお一番見た目も変わりましたし、ずっと切りたかったっていうね思いも叶えられたので1位。個人チャンネル外、3位はポップティン TV の、あと猫をかぶらずに歌い、私歌別にそこまで自信あるわけじゃなかったんですけど、コメント欄で褒めていただいたのでそれ嬉しかったし、ちょっとだけね 2% 自信がつきました。で2位は彼の大型企画全部で、1位はポップティンの表紙撮影ですかね。やっぱあの本誌の方で表紙飾れたのがね嬉しかったので1位で。じゃあバズでコラボしたい YouTuber さんは、プロタンさん。自分が一番幸せだなって思う時はどんな時ですか？本当にまるまる一日のオフの時のなんかのんびりしてる時です。基本カーテン閉めてるんですけど、その時とか本当幸せだなって思います。一番好きなコスメブランド、エチュードハウス。一日だけモコちゃんになれるとしたら何したい？おむつしたい犬用おむつしたい。イズイズするのか、それとも毛とかで何にも感じないのかちょっと体験してみたい今日つけているリップ紹介。今日のリップはこっちを一番最初に、ウズの38度プラス1だって、なんかレッドっぽいオレンジみたいな。これより全然発色少ないんですよ、口に塗ると実際に。で乾燥するので、その上にディオールのマキシマイザー塗ってます。マネージャーさんが言った四字熟語の意味を答えよう。やだよ、むずいもん絶対。神羅万象。どういう感じ、どういう感じ。森に、森って神って読めるの分かんない、むずいね。森の中で騒ぎすぎるな、万が一何かあった時は象を呼べ全然違います。分かんないもんだってだってこうやって騒ぐだとも読めるよね。え、全然違う。怖いね漢字って、いろんな読み方あるのね。じゃあ正解をまた今度教えてあげるね。いやー、意味じゃないんだよ、ペネピアン。じゃあ次、自分が天才だと思う瞬間は。え、天才だと思う、私マジで本当に。これに関してはみんな多分バカにしてるでしょ。あのね、勉強できないからね、バカとかじゃなくて私天才なのよ本当に。いろいろあります。ツイキャス聞いて、たまに天才だから天才発言してる。兄を一言で表してください。うるさい。スクショタイム。はい。1、2、3、4、5。はい、はい、今までで一番漏れたと思う自撮りはこれ。今の身長は何センチ？ゆなちゃん大好きです。ありがとうございます。1、5、3、4、5、6のどこかです。やっぱ日によって違いますよね。あ、6はいいや、3、4、5です。え、美味しそう。質問は、ノリノリでノリ食べてください。韓国ノリ嬉しい。できます。うわおいしい。ヒゲみたい。うん。じゃあマネージャーさんと最近一番笑ったことは。年明けに LINE グループあるんですけど、マネージャーさんと私とママので、なんか変なスタッフを送り合うし、そのね、この3人は結構ノリがおかしくて、ママもノリがおかしいんですけど、 LINE のキャラクターのキャーっていうスタンプが今送るのが流行ってて、そのグループの中で。で、シーズさんは一向に送ってこないから、めっちゃ気をつけてシーズさんも送った方がいいですよ。海賀くんの名前をしゅんくんってわざと言い間違えてみて。電話で。そう、出るかな。出ない。出ない。撮影中に返信来たらかけよう。うん、オッケー。スマホ1日何時間使う？私めっちゃ見てるよ、ゲームしてるから。休みの時なんて携帯しか見ないもんやつや。え、0分でもね、半分は生きてるよね。気によるね。うん。じゃあ、2021年で成し遂げたいことは何ですか？成功させたいことはありますか？地上波ドラマデビューと、インスタ50万人。頑張ります。じゃあ最後の質問です。タコ族をどう思ってますか？うんね。福神告げためながら
タコ族の由来が族の家族の族なんですよ。だから家族です。家族みたいに大切に思っております。はい、なんかね、前サブアカでも言ったんですけど、新規とこさん、私はあんまりね関係ないと思ってて、好きになってくれただけでねありがたいので、はい、なんかね、まあもちろんね、こさんの方はねずっと昔からずっと好きでいてくれるので嬉しいんですけど、新規の方もね知ってくれただけでありがたいので、どちらも大好きです。これからもお願いいたします。イエイ。太陽くんは来なかったですね。来なかったですね。じゃあしゅんくんに電話かけましょう。多分出ると思います。何みんな来なかったということで、2021年ね一発目の質問コーナーだったんですけど、あ、しゅんくん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 来た。もしもし。どうしたの。何してたの今まで。何してた。え、あのさ、何かやくんさ、何してんの今。え、実家じゃない。ねえねえかやくん、何。うん、おやすみ。ねえ、何この人。元気ですね、ほんとに杉沢さんは。かいがくん、うん、なんで返事したの。あー面白い、ありがとう、しゅんくん。はい、ということで改めまして、2021年一発目の質問コーナーだったんですけど、くさんのね質問ありがとうございました。ということで、まあね、まあ、しょっちゅうインスタで質問箱とかもしてるので、そっちだったらね、まあ文章なんでもっとこう考えながら話せるんですけど、動画はまあこんな感じでゆるゆるとお答えしてきました。はい、ということでまたね質問コーナー多分すると思うので、その時はまたよろしくお願いします。はい、カレーも美味しかったです。それで、ね、これの答え教えてよ。これの答え、真羅万象、この宇宙にある全てのものとか全ての現象とかがっていう意味。何それ、意味わかんない。何この全ての現象と。でもゆなちゃんの意味は、森では騒ぎすぎるな、万が一何かあった時は象を呼ばれた。それでいいと思う。だよね、みんなこれ覚えようね。森の中で騒ぐな、万が一何かあったら象を呼べ。覚えましょう皆さん、こちら。はい、ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もまた見てください。バイバーイ。